皆さんはキワキワが好きですか？ちょうど何かをしたところ、何かと何かの境目などなどいろいろありますが、例えばエンジンがかかったとき、エンストしたとき、パソコンが起動したとき、電動バイクの車輪が無音で回ったとき、県境を越えたとき、この他にもいろいろな間際キワキワが身近に溢れています。何かの変化があるということは、何かワクワク感があるものです。ところで皆さんはこんなキワキワを見たことがありますか？照明がついた瞬間です。照明といっても家庭内の照明ではありません。今回は家庭外の照明です。道路を照らす通称ナトリウム灯、道路照明灯についてです。最近では白色の LED 灯もあるようですが、ナトリウム灯のほとんどはオレンジ色だと思います。この動画ではピントがなかなか合わずボケていますが、オレンジ色であることは分かってもらえると思います。日中に見るとこのような特別特殊ではなく一般的なナトリウム灯です。これが夜になるとオレンジ色に輝きます。こんな感じに。ではここでキワキワ族の皆さんに問題です。このオレンジ色のナトリウム灯、月際は何色？問題スタート。現在逆回転で再生しています。すでについているこのナトリウム灯、オレンジ色は月際の色は何色でしょうか？そろそろ月際に戻ってきます。そうなんです、青白い色だったんです。まるで LED 灯のようにも見えます。ですので答えは、あらら、さらに時間を遡ると月始めはオレンジ色です。ただ一瞬の出来事なので、これはなかったことにしていただけませんか？よろしくお願いします。通常再生でもう一度。やはりオレンジ色が最初ですかね。ということで正解は短いオレンジです。この動画を編集する前までは白だと思い込んでいたので、この編集時点で私の中で何かモヤモヤ感がある次第です。ほらほら、まだ白じゃないですか。そして徐々にオレンジ色に変色していきます。そして完全なオレンジ色になりました。もやもや、もやもや。